ようこそ僕らのお家です。同棲生活の家計簿大公開。イエーイ。ちょうど7月月末なので、はい、家計簿をね、まあなんかちょっとタイミング的にいいかなっていう、うん、いくらかかってるのかっていうのがね、みんなに紹介しつつ、自分たちもどのぐらいかかってるのかっていうのをそこまで把握しきれてない部分っていうのもあったから、じゃあ早速食費からですか。はい、食費お願いします。食費が今月合計が 37,406円です。やった先月よりね5000円くらい減ったもんね。減ったね。これはどうなんだ。でもなんか5万とか行く同性カップルとか普通にいるもんね。うん、あ、まあそもそもあんま優香がそこまで食べないっていうのもちょっと一つの要因であるよね。え、女の子でも食べないよ。え、嘘。ちなみに外食も今月ちょっと少なかった。うん、白ととマックだね。マックでも毎月なんかなんかコンサートに行ってるよね正直月1くらいでは行ってる気がする、うん、近いからね。確かにね。そう、6月5000円くらい多かったのは、うん、夜コンビニとか行く頻度が多かったかなっていうのは。そうだよな。なんかスイーツ食べたいなっていうのがさ、まあでもなんかそれ結構有価指導でさ、うん、ありがせ、それでちょっと6月多かったかなって感じ。なるほどね。ちなみにだけどコンビニ、うん、使った金額が、うん、私が2484円で、うん、大地が12889円でした。ちょっとすちょっと間置かないで今あれ20002000? 2000? 2000でした。あー6倍。そうだね。あー違う全部ホットスナックとかってわけじゃないよ1万って結構食べてない。いやでもホットスナックだったらえし死ぬほど食ってるよ多分それは。続いて日用品ですね。はい、今月が、はい、14,411円でした。うん、ちょい多いくらいだね。うん、まあでもちょっとねそれにもうねちょっと一個理由があってねもうこの大半を占めてるのが電子レンジだよね。そうね。そうなんです。月初だったよね。月初にあの急に優香に呼ばれまして、あれ朝だったっけ。あれ朝だと思う。だよねもう会社行く直前に。そう、会社行く直前になんかちょっと来てって言われて仕事の準備しつつこう向かったら電子レンジがつかないと。あ、ついてはいるんか。ついてはいた。ついたけどあったかくならない。そう、なんか絶対あったまってるじゃんっていう見た目しといて冷たいっていうね。できたやつが全くあったまってない。そう、本当に朝に壊れるのはやめてほしい。確かにやめてほしい。本当に慌てて買ったよ。死活問題だからね。電子レンジが元ね 18,700円だったんですよ。うん、ポイント使いましてなんと 8,700円でお得だ買いました。うん、ポイント貯めててくれてありがとうございます。どういたしまして。はい、まあほとんどがちょっとその電子レンジ台に当たったって感じですね。あとはなんだろうね。あとはでも普通にトイレットペーパーとかそういう日用品にかかったかなって感じかな。うんうん、まあでも今月トイレットペーパーとかもポイント使ったりとかで、レンジ抜きだと5,711円。うん、ちなみに6月がすごい安くて3,957円。うん、安っ。6月すごい安いよね。買うものなかった。ちょっといい、ちょっといい、タヌキ、タヌキ何してんの、一緒に映ります。なんでそんな安かったんだ日曜日。でも確かにメルカツで6月結構買ったなって感じはあった。うん、1500円分くらいをポイントで買った気がするから、はいはい、その分結構安くなってるかなっていうのはある。なるほどね。次お願いします。はい、次は光熱費です。光熱費、まずガスからいこうかな。うん、ガスが今月が1583円です。うん、先月が1570円だったから、まあ、あんまりそう同じくらいかな。うん、でも一人暮らしの時と自分のね、うん、私が一人暮らしの時と比べると大体同じくらい。
だからなんか2人暮らしなのに変わってないんだよね。時間とかは変わらないからね。確かに、うん、ガスはそんなかかってないかなって感じですね、うん、次が電気。電気これが今月すごくて、うん、教えてあげてください、はい、今月が1856円でした。先月2909円だったんですよ。まあでも涼しかったからね。涼しかったね。あでもね、大体電気代、例えばエアコンとかでさ、うん、あのどうしても高くなってしまう原因っていうのがね、この子には夏ずっとつけるからね。そう、君のお金ですよ。タヌキがいるから夏とか冬とかはエアコンどうしても使わなきゃいけないし、うん、そうただそれは電気代しょうがないかなっていうのがあるね、うん、あと40アンペアから30アンペアに変えたんだよ。そうだね、うん、そうだよね。40もねそんな使う機会使ってないからね、うん、今までそんな使う機会なかったし、だからその分基本料金とか安くなってるから、うん、それで安くなってるのはあるかもね。でネットは変わらず3630円ですね、うん、そこはまあ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 そんなもんだね、うん、で水道代ごめん大丈夫はい、次水道代ですね。はい、先月払ってるから今月はないんだけど、先月が3744円で、うん、で一月あたりが1872円くらいだね、うんうん、まあこれもこれもまあまああんま言うことはないんじゃないかな。うん、一人暮らしよりちょい増えたかなくらいだから、うん、で、ね、二人だったらそんなもんかなって。なんでそんな寄ってくるの。なんかあっち行ってよっか。よいしょ。はい、ちなみに今まで公開した家賃抜きの合計が今月43,513円です。どうなんだろうね俺も聞こうと思ってた今ちなみに先月が52,234円なので、あ、数字で見てみるとやっぱり数字で見てみると電子レンジとか買った割にはって感じだよね。なんかでも先月より8,721円安くなりましたね。うん、やっぱ月によって結構変動はある感じはするね。あと先月タヌキのトリミングがあったからそれもあるかもしれない。あ、でここに家賃、娯楽費、その他諸々全部含めて16万円くらいです、まあ、うん、どうなんだろう平均が分かんないけど、うん、ちなみに私だけ積み立てNISAしてるんですね、うん、で毎月3万くらい引かれてるから、うん、今月2人の貯金額が21万くらい、うん、結構良くない？うん、あと普通に旅行行きたい。結構溜まってきたら、うん、余裕できたら、うん、あ、今回家計簿公開っていうことおーい今回は家計簿公開してきましたけどどうでしたか？細かい部分？うん、そうそうそう、分かってよかった。あとは他の人の同じなんか同棲してたり、そうちょっと見てみたいね。そうそうそう、うん、そうそう、まあ、意外と本当にポイントとか、そうポイントとかで意外と抑えられてるんだなっていうの分かってよかったね。そう、じゃあ今回はこの辺でそんなもん終わりにします。はい、お願いします。お願いします。バイ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 。